皆さんこんにちは。日本ジエンドエン文化財団のムンボンジュでございます。今回は皆さんと一緒に民数記について学びたいと思います。モーセ五章の中でこれまで一緒に学んできました創世記は神の民の選びと言えるでしょう。出エジプト記は神の民の救いでありましたら、レビ記は神の民の礼拝になります。今回皆さんと一緒に学びたいと思う民数記のテーマは神の民の導きで言えるでしょう。最初の部分は1章から12章まででシナイ山の麓の物語でございます。神様はイスラエルの民にシナイ山で律法を与えれ、それから幕屋を建てられる信仰の訓練を1年間させました。その次にモーセはカナアン征服戦争に備えて民の人数を数えます。それで民数記と言われますね。まず信仰の確認をするために神様はパランのカデシュバルネアまで旅立たせます。イスラエルの民は旅立って3日目になったら不満を言い始めるようになります。お腹が空いたとか喉が渇いたとか。それから道路者であるミリアムとアロンが最高のリーダーシップであるモーセに逆らいます。2番目の話は13章から15章まででございます。皆さんもご存知のようにカデシュバルネアでの出来事でございます。12名のスパイを約束の地へ派遣しますが、彼らが戻ってきて、報告の内容が2つに分かれます。戻ってきたスパイのうち、信仰の人2人、ヨシュアとカレブは、この地は確かに神様が与えられたその土地であると、つまり父と水の流れる地であり、その地を神様は私たちの手に渡されたと報告しました。それにその反面、残りの10人は自分たちは巨人に滅ぼされるためにこの荒野に導かれてきたのかと不信仰を表しました。彼らは約束の地に入ることをそれによって拒まれましたが、それはまるで大学入試に落ちたかのようであります。神様は彼らの約束の地に入れませんでした。3番目の話は16章から21章までです。試みで失敗した後、さらに大きな災いが続く出来事です。まずレビ部族の一部のコラの一団がリーダーシップであるモーセに逆らいます。それによって彼らは地震によって裁かれる話が出ます。それからなんと最高指導者であるモーセまでも神様が命じられたことに聞き従わなかったので、約束の地に入る特権を失ってしまいます。次にイスラエルの民はアロノで40年間旅をしていることに対して激しい不満を言い、神様が使わされた燃える蛇に噛みつかわれて死にかけそうになります。しかしここでですね、神様はモーセに青銅で作った蛇を高く掲げるように命じられます。これをただ見上げる民は救われるようにされたからであります。これは実に民数記に現れるイエス・キリストの十字架でございます。それから青銅の蛇を見上げて救われた民の二世たちがアモリとバシャンを征服し、イスラエルがこの40年間のアラルの時代で文句ばかり言ったことではなく、初めて勝利する場面が出ます。
アダム時代のターニングポイントになるわけでございます。さあ4番目の話は22章から25章であります。モアプのアラノで試みの物語であります。イスラエルの民が海を渡ってきて、それからヨルダン川東にある一番強かったアモリ王国とバシャンの王を打ち壊したと、そういう話を聞いてモアプの王バラクはものすごく恐れを感じ、占い師であるバラムを買収しイスラエルを呪うように指示します。それで山の上に登ったバラムは3度にわたって呪いをかけようとしますが、3度ともに祝福してしまいます。それで3度目に祝福した時、彼は本当に素晴らしい予言をするようになります。イスラエルから勝利の王が出てアブラハムの家系を通して全ての民族を祝福するようになると予言したのでございます。民数記の最後になる5番目は26章から36章まででございます。民数記の終わりでモーセはもう一回人口調査をします。その数は最小の人口調査と一緒になります。それからモーセを通して神様はヨルダン川の東側の土地、つまり征服したばかりのアモリ王国の土地とバシャンの土地を2部族半に割り当てされます。つまりルーベン、シメオン、それからマナセ半部族にその土地を割り当てされるわけでございます。さあこのようにしてイスラエルの民は約束の地に入る準備が整えられて、ただ一世代とモーセを残して聖堂の蛇を仰ぎ見た信仰を示されたその次世代だけが約束の地に入るようになります。それでは皆さん、聞くドラマ聖書のアプリを使って民数記を聞いてみましょうか。